なんか食べるかな。食べるもんもなかろ。そういうこともないで。なんかあるね。あ、どうなったのかな。これバナナ美味しくないの。ドーナツ食べるかな。ドーナツとこれどっち。なんでもなんでもいいわ。暗いな、ここ。ちょっと、あ、行くで。どうなの。で、つけたら。つけたら、文句言うそうだけつけたったら。つけたら、文句言う。鼻へ入ったらいけない。鼻に入る。そんなことあるか。わかった、目つぶって飲み始めよう。そんなことあるか。目つぶったって鼻で。これ一本分飲んだ。飲んだ。一本分は入らんけんな。これ何？これうちよ。いや、すーちゃん、何これ？甘酒か。甘酒よ。これうちよ。人ばっかり飲ましたといけん。うちも飲まねえけよ。全部飲んどるかも。落ちたね。ここにある。食べるか、仕方ない。うちも出してや。どうぞ。今日はなんと冷やいな。寒い。やっぱ寒いわけ。うん。うん。松山の明日かしら、雪のマークについとったのが、天気予報に。今朝聞いた。あと松山が行くね、こっちが行くね。おかしいわ。うん、ナムちゃんも雪が積もらんうちに戻りゃいいが。いや、降って帰れるだろう。まあ、予定は今日やったんやな。違う言った。今日土曜日じゃろ。土曜日に言った。うん、あの、紙捨てるのに間に合わんけん、すまんけどてっちゃんに頼んどってやるか。いや、帰ってこんな今日は。お母ちゃんが戻んなはったって弟嫁がおろう、もんたら弟らのとこでお母さんおんなはるけ、うん、なあ行っても妹とこ行って泊まるんじゃけん、直美さんは。どうでも結婚するんだろ、うん、ここで止まらないかなって言ったら、ここで止まらないかなって。あの子汚いとこでは嫌でって言われて。一日家交換するかなって。一日家交換して向こうでうんこ出したら。うちは2回も上がったことないに。そう？ここ。うん。なあ。これできた時上がったかな。できた時みたいな。めっちゃ知らんねん。あ、できたの、来たの。あんた？うん。だから2階2つ部屋あった。いや、知らんて。なんと部屋いな。今日の部屋さ、寒いんだ。もうあれだね。寒い今日。あれ、雨が冷たいんよ、多分これ。今日何、買い物ないの？もう行くに言えばもうあるもので済まそうやん。あるもので済まそうやけど、あるものが何があるのって言う話。くわなかったら見た。やっぱこの部屋はな、広いけんよ。あそこの部屋はあの電気ストーブで。ぬくなるけんな。ぬくなるし、この外、外気に直接触れてなかった。うん、あんたこう、戸開けとったけんな。あれ、うん、おかしいもんね。あるで、少し。必ず起きたら戸開けるんやけど、うち。まあ、それはいいんや。開けたはいいけど、温めるときも開けとったりなかった。
そうだね、しだすたんたな起きてくるとお母さんが息もつかんように世話しようになるけんな。忘れるんやろ。それでは忘れる時もあるね。忘れとること誰も責めとらせんね。まあ、言いとった。だから自分も責め、だけど冷められんもんね、人のことも責めちゃいかんで、よく言う。あ、ティッシュ取ってみて。あんたらは余裕がある。余裕なんかないわ、くたっこいじゃん。なんと今日は冷えない。もう寒いもの寒いだけだ。寒い時寒い寒いって言うもんな、普通の暑い暑いとから。くどいわ。いつもかつも言わん。言わいじゃん、水寒い寒いってな。なんて言うことなかったら黙っとったらいいの。言うことなかったら寒い言うたらいいの。寒いじゃん。寒い時に暑い暑いって言うわけにいかんじゃん。何枚来たってうちは冷え。何枚来たのそれ。2枚か2、3枚やろ。なんで2、3万円どこの騒ぎ。今5枚かな。それ全然聞かないよ。同じようなもの、同じような薄さなものを、同じ生地のものを5枚いったって一緒なんよ。違う生地、違う。そんでもな、ごつまあるを着るんじゃけど。あれもベルーナでこうだ。お母さんみんな埼玉でおるときなベルーナに注文しよったけんな、ここへ電話を買ってきたことある。ベルーナで住まいだ、ありがとうございます。なんかご用ないでしょうか。もう私田舎へ引っ込んでな、年いったけんもうええんよ、ごめんよ、また会ったら連絡するけん言ったら分かりました。田舎あるほど靴も今履きよんの。もはや何年になると思う。一足だけ一足だけ、あれが一番足にええんよ、うちの足。あとおばての靴もシルバーのやつ、あれも20年だった。いやー、それほどにお茶立っとらんがな。埼玉行ってこうたんじゃけん、もう足があんまり痛いけん。何度冷え。ひどいな。知らん。他人の時には一つも言いませんね。ちっと動きなはいや、日焼けりゃ。嫌ならひらひらいいなんな。嫌なら動きおらやな。どうやって動くの。小帰りでも何でもできるのよ。座っとって足がいけにゃ手を使うんよ。健康な人は動かい、病気ぼき言うの。名を甘える。そんでもしかしな、ここでうんこしてしっこかえてご飯食べてよのはうち嫌になったかいな、くそって。ほんであのまだこれしとれ、シュッシュをな、 あれ戸を開けてちょっと冷やいぜ言うて戸を開けてしたんよ。間違ったんでご飯食べたらうんこだったよって。嫌じゃろ。だねんきの春やらわからんに。だれってくださって。衣装さんもかな。臭いな。衣装さん。なんちゃないけんな。なんちゃないけど。だけどええことやないけど、出ること。出ることやない。そりゃいいこっちゃけどな。いいことはええわ。うんうん。出るのは全然いいんじゃね。